すぞてめえら。おい政治、出るって。もう大丈夫。分かった。あいつら来なかったな。ねえ、サダボっていくつだったの？75。早いよね。ドカは今西方女子だっけ？そう、お嬢様学校で吹奏楽部のキャプテンを務めさせていただいています。あと政治とかじゃない。まどか、殺すぞ。藤尾、藤尾、絶対こっちじゃないと思う。うるせえ、遅刻じゃねえかよ。あのさ、俺たちどこ向かってんだっけ？だから、サダバの通り。最近さ、新たのことであんまりいい噂は聞かないんだよね。なんか柄の悪い奴らと一緒にいるのを見たって人もいるし。
これがあればあんたら6人はいつも一緒だ。何も気負いすることなんかない。自分の思ったように自分に正直に生きるんだよ。さだまありがとう。これがあれば俺たちはずっと仲間だな。僕も絶対ずっと大事にする。スジ、でどうよ、勉強の方は。まあぼちぼちで。そうか。嘘つけてめえ、あたち知ってるよ。スジ、習得で学年トップの成績なんだよ。マジ？習得でトップってことはさ、同い年の子で一番頭いいってことじゃん。さすが、お前は絶望団地の希望の星だわ。絶望希望ってなんか変だな。そうだ、俺またこの町に戻ってくることになった。マジで？もうそうか、藤尾復活か。じゃあ高校は もちろん親子よ。ここでてっぺん取る。それは5つのチームがしのぎを削る総督地区の王を担う高校。親校の番長村山は総督での揉め事には全日を巻き込まないと宣言。村山の一方的な宣言に激怒したトドロキは全日の生徒には知らせず、再び村山に怠慢を挑むのであった。
驚きの敗北により天使と千日はきっぱりと別れることとなる。そして親子の新たな物語が始まる。一番強えんだろ。強えは強えや。お前より強えぞ。あ、けど
仲間になんな別だ。で、そこから千日は無茶苦茶なんすよ。その後頭角を現したのがこのチュンチュン一派。2年押し切った中越と1年押し切った中岡、とにかくここは人数が多いっすよ。え、問題は今うちらとやり合ってる屋敷を一歩す屋敷を藤尾、俺らと同じ団地にいた安志と清志、覚えてるか。あの狂った二人か。よし、じゃあこうしよう。ブロッキーの怪我が治ったら。一番決めようぜ。Ah!
理してんじゃねえぞ、おい。でも親づらしないでよ。私に構わないで。お前が何しようが構わねえ。ただな、お袋だけは悲しませんの。話してよ、お兄ちゃん。久しぶりに投稿してきたと思ったら、まさか帰るんじゃないでしょうね。あんたのクラリネット一応手入れはしといたから。あんたがトロッキー？その目治ったら一番に予約入れるから。よろしく。お前、僕のお供になりたいのか？当たり前だろ。治ってからって言ったろ。どこにこもって何やってんだ。はあ、ここは一人用だろうが。何見てんだこの野郎。それレッドラムじゃないですかね。レッドラム、はい、ちょっと前にここらに出回ったんですけど、また最近出回ってるらしいんです。これよりさばいて小遣い稼ぎってわけか。お前ら知ってるぞ。1年だろ。プッシャーが張り込んでるらしいわ。元締めは来るか。分かんないね。ランさん、どうします？どうなってんだこの世界は。ラーマン、またバイトクビになった。なんだよ。みんなこのままだと餓死しちまう。俺もさ、俺に任
せてください。なんで任せるって。俺の父ちゃん紹介します。いいの？いいの？やったお前が村上か。だから村山です。そんなことはどうだっていいんだよ。うちのホテルが世話になってるらしいな。あ、はい。歓迎するわ。生半可な気持ちでやったら大怪我する。はい。あの、小太郎くんは。ああ、知り合い。なぜ。お前さ、普通紹介するとき顔出すなよ。もう会えたよ。いや、もう雇ってくれるのはありがたいんだけど、もう辞めるときとか指置いてけとか言わねえだろ。ああ、こいつな、村上って言うんだ。いや、あの、村山です。もういいんだ、村上で。いや、お前らこいつの面倒きっちり見たらよ。うっす。あ、村山です。お前名前は？村山よしきです。年上っぽいけど、ここじゃ俺が先輩だからよ。完全敬語でよろしく。うん。あ？あ、はい。じゃあ先ほどこっちだからよ、信号。うん。あ、はい。ああ、おい、新た！おい、行くぞ。なんでサダバの組織来なかった？急に。甘かったぞ。新た！お前ら、じゃあそれ見せろ。じゃあそれ見せろ！なんだこれ。ああ、こりゃレッドラマっすね。はあ、新たが。おう、新た、そのレッドラムとかいう薬売ってんのかな。まあそうなるわな。おお、親子にもいたわ、そのレッドラムさばいてるやつよ。なんかさ、うちの学校の後輩の子も薬売ってるって噂があんだよね。結構あっちこっちで回ってんだな、新たのやつ。なんでそんなやつらと。私明日新たのお母さんに会いに行ってみるわ。俺らも調べてみるか。俺はもう一回、あなたと連絡取ってみる。いや、お前は？あ、俺？いや、俺は今、ミッションって超忙しいか。ミッションって？親子をさ、まあ、いろんなやついいんだけど、こうやって、こうやって、こうやって、まとめておくからよ。あいつだ！喧嘩だろ！はぁ、冗談じゃないわよ。私だってもうすぐコンクールでクソ忙しいんだけど。キリンと。じゃあ、ごちそうさま。ごちそうさま。なんで俺らがこんだけなんねんだよ。当たり前でしょ、だって私たち学生だし。ひょ、社会人。社会人。じゃあ私先帰るね。女子高生は夜遅くなると危険だし。とか、新たなお袋さんに会ったらよろしく言っといて。わかった。ゆきちゃん、ごちそうさま。はーい。最高だな。だな。
教えのといるんだ。一週間でこんなにかけるんだ。やめらんねえな。ダートの時よりも数十倍の金になるだろう。工場がリトルアジアに移転して、クリューを通さず簡単に手に入るようになった。クリューはカジノの一件で、レッドラムどころじゃねえからな。奴らにバレる前に、ちゃんじゃ荒稼ぎしようじゃないの。あとは、薄めてガキに売れば、儲けは何倍も膨らむ。地元に詳しいお前らにかかってるんだ。しっかり頼むよ。相手はガキに刺せるってことか。ただあんまり派手に動きすぎると噂になる。村って名前も思ったより固まってるよね。ならまた別の町に行けばいい。そこがダメになったら別の町捕まる前にな。だがよ、おい、今さらおじけづいたんじゃねえだろ。お前ら金欲しいんだろ。みんな金が欲しいんだよ。チェックアウト。ああ、でも看護官です。どうした？薬さばかしてる女に逃げられました。プッシャーのガキ一人やったらどうでもいいんだけどよ。その面はいただけねえな。つらい。俺たちはよ、昔から舐められんのが許せねえんだよ。おい、こいつのやったガキ調べて全員に伝えろ。全日の頭を決めろってことか。なあ村山、ダメ。お前目怪我してんじゃん。あ、まあ怪我させたのは俺なんだけど。お前また村山だったんか。おい、村山とやる前に俺たちだろ。ファンな。俺一応先輩ね。なんかさ、うちにレッドラムが出回ってるらしいんだわ。うん、誰だ。親子は薬禁止だから殺すよ。え、そうなの？宝泉の方でも問題になってるみたいです。宝泉？はい、とある市の宝泉。知りません？じゃあ、情報通のジャムオ君、みんなに説明して。はい、はい、はい、殺しの軍団と呼ばれてる学校がありまして、そこは、カンブレン中以外はみんなして頭ツルツル、いや、ツルンツルンの好き
沢ひとしだろ。それっす。小沢ひとし今の本戦を仕切ってる四天王の小田島優健、沢村誠司、陣川栄、志田健三、この4人の名前の頭文字を並べると小沢ひとし。よりによって小沢ひとしっすよ。え、死ぬっしょ。さらにそいつらを束ねる頭の。その小沢ひとしの上にさらに強い奴がいるのか。しかもそいつらが動くときは常に一枚岩なんすよ。まさに最強ってわけね。いいね。まあさ、よさはどうでもいいや。ってことで薬一切ダメだから。前日は前日でちゃんと肩をつけるように。定時からは以上。行こうか。部長さん、俺です。俺ご中の中越です。え、お前ごっさん。はい、あの俺今一人で仕切ってるんですよ。おい、俺が言ってた先輩で。え、この人が。今日から俺たち藤尾さんの下につきます。マジっすか。マジで。まあ別にいいけどよ。司さん、いいよな。轟ちゃん、ほら挨拶しろ。挨拶。お前にはないもん。あいつは持ってるかもな。ってことでよろしく。俺を倒したってさ、みんながお前についてくるとは限らない。おいじゃ。ちょっと待って、ムラッチ。ムラッチ。何？俺が千日の頭取ったらタイマー貼ってもらっていいですか？おお。社長に報告してちゃんとけじめつけてもらうな。お前ら行くぞ。およ、そや沢村、今日は見てねえけど。ああ、
あいつはこっちの野獣だろう。そっか。おい、俺たちも行くぞ。あ、いやいやいや、サチオは七森行く片付けてくれねえと。まだ来い。はい、サチオさん、すいません、すいません、あんだけ言われたのバカど、すいません、すいません。よその学校ならまだなんとかなるやけどさ、七森とうちとはこの前のゴタゴタで幸男さんが休戦協定ってことで納めたとこでしょ。それ知ってて、おい、起こしちまったもんは仕方がねえ。大事なのはその後だ。どうけじめつけるか。俺が直接詫び入れてくる。ちょ、幸男さん、お前たちは来なくていい。俺が一人で行く。気にすんな。幸男は厄介事が続くと自分が許せねえんだ。はあ、動画を撮られた？あんたバカ。へえ、元気になっちゃう薬なんですか？パクって飲むかよ。親とか学校にバラされたくなかったら薬を売れってか。あと、え、まだなんかあんの？今朝から変な男につけられてるんです。薬の次はストーカー。あいつか。おい、うらっ、ストーカー。先輩、お前だよ。お前とぼけてんじゃねえよ、変態。ユイのことが好きなら男らしく堂々と告白すりゃいいだろうが。おい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 、てめえ何カッコつけてんだ。おい、この前の男はどこのどいつで、俺らと簡単にキレられると思ってんの？こっちにはこれがあんだからや。おい、誰だお前？こいつのストーカーだよ。ふざけた野郎だ。おい、こいつか。いや、こないだのやつとは違いますね。そうか、てめえ相手にとって俺らねえと。心配ねえって。今腹減ってねえからよ。ほら、
あんなに機嫌のいい顔してんじゃん。鬼が笑う。で、なんで話して？ちょっと前にレッドラムってここらに出回ってたんだろう。なんか知んねんか。こいつ工場で働いてたぞ。え？マジで？お前なんか知ってんだろ、教えてくれよ。レッドラムってのはもともとクリューの資金源として裁かれてたんだよ。クリューかよ。で、そこにダウトってチームが絡むようになってきて。じゃあそのダウトっていうのがレッドラムさばいてるの？いや、こないだの告白堂の放送以来ダウトの話は全く聞かなくなった。お前が働いた工場はもう潰れた。こいつのせいで潰れたんだよ。でも今になって何でもな。まあ何でもいいからよ。何か分かったら連絡くれねえか。お悪いな。じゃあな。おい、全然ちげんねえのだ。いやでも図面通りやってますけど。図面通りだ。俺が違うって言ったら違うんだよ。どうかしたか。いや、こいつらが図面通りって言ってんすけど全然違うんすよ。いいんだよそんな。本人が違うって言ったら組み合わせ小さい。おっよし、俺たちは向こうで一服つけようか。頼みますよ。分かってるって。はい、あの人はな、俺たちにとって手本みたいな人なんだよ。昔は俺らと同じでこういう現場でめちゃめちゃ働いて金貯めて好きな焼き鳥を始めてさ。そしたらそれが大成功。今度はここに1階から最上階までいろんな焼き鳥売る焼き鳥ビル建てんだってよ。え、マジっすか。つうか俺ら焼き鳥ビル作ってんすか。理不尽なんか通り越してバカみてえだろ。はい、バカみてえっす。それにあの人昔はめちゃくちゃだよ。結構有名人だったんだぜ。聞いたことねえか。パルコ&デンジャラスのパルコってなんすかそのダサいのに。あ、お前ら頑張れ。おっ、はい、どうだ、仕事は楽しいか。いや、まだ楽しいまでは言ってないですけど。ガキなんか卒業して早く大人になれや。ガキはな、夢を見て終わるが、大人はそれを叶えることができるんだ。さて、仕事終わったら焼きに食いに行くぞ、村山君。おっす。
つけてね。はい、ありがとうございます。この階段ほんと危ねえから。ほら、こんな絆創膏までもらったのにジュースもおごってくれんの。あのばあちゃんを助けた関東省だ。最近俺らが世話になったばあさんが死んじまってさ、気づいたら走り出してたわ。あ、俺花岡藤雄。ああ、俺は上田社長。そうか、じゃあサッチーってことで。やめろだっせ。サッチーいただきます。よく来んのか。いや、子供の頃以来だな。そうか、親父の実家がこの辺でさ。俺は2年ぶりだわ。いいよな景色は。上から見てると下で起こってる細かいことなんか何も見えねえし。景色ならな。お前はてっぺん張ったことあるか。いや、そのうちな。そっちは。まだまだだな。そうか、お互いまだまだだな。頑張ろうな、サッチ。おい、そのサッチっつうのどうにかなんねえのか。忙しい。え、ちげえよ、バイクの話じゃねえよ。いや、今度さ話聞いてくんねえかな。やっと来たか。夜の墓参りなんて、なんか後ろめたいことでもあんのか。いつまで逃げる気だ。サダバーがいつもお前のこと気にしてただろ。6人の中で一番我慢して何も言わないタイプだから。うるせえ。レッドラムってなんだ。どうしてお前がそんなもんに関わってる。あなた何かあるなんて。うるせんだよ。俺はもう昔とは違う。ほっとけよ。
頼むよ。親子のもんだな。うまいな、仕事になんねえよ。ああ聞いてくんねえかな。このざまか！何一人で黄昏てんだよ。ヤッシュはどうなんだ。なんでもう情報回ってんのか。え、ああ怪我は何針か塗っただけだけどよ。けどヤッシュなんてやつら全員ハゲで、この辺じゃ見たことねえ学ラン切ったらしいわ。は多分あいつら城さん、うちの方がここに来るたちハゲ軍団に襲われて頭を割られます。で、こんなもん預かってきやがった。
ゃの。はい。商売の邪魔する奴らは全員潰す。親子のバカども、明日まとめてキリをつける。宝石。確かにそう言ったんだな。おい、なんだよそれ。スゴト地区の一つを仕切る。とんでもない不良コース。あそこは定時が出てくるなら俺ら高校生の立ち向かえる相手じゃねえよ。同じ高校だろうが。定時のレッチは全員大人ってんだ。ああ、すいません。簡単に言うと、これの予備軍だ。マジかよ。全部こいつらの所属か。決闘場みたいなもんすかね。今どき決闘場って。ああ、相手は誰だか分かった。いや、これ一体どういうことだ。よっしゃ。藤二、俺がなんだ。お前本気か。相手は宝石。相手が誰であろう関係ねえだろ。仲間が本だけやられてんだ。そんなん関係ねえだろ。ここまでされたんだぞ。全日とか定時とか関係ねえつって。潰すぞ。よし皆さん、明日はパーッと派手に行きましょう。最初はどうなんだ。目はもう治ったのか。そんな奴が俺に喧嘩手伝えって頼みに来るのか。正直どんな奴らか知らねえけどよ。
でもみんなが動揺してんの見てっと、バカな俺でもこれ一筋ねえじゃいかねえんだなってのは分かっからさ。お前は今までどんな奴と喧嘩してきたか知らねえけど、間違いない、宝泉はその中でも最強だ。足を引っ張るんじゃねえぞ。共通の敵が一致しただけだからな。お前の相棒がやられなきゃよかっただけの話だろ。だとジミコラ、雑魚同士小競り合いしてんじゃねえ。どっちが雑魚だこの野郎、殺すぞ。おい、やめろ。おい、来ました、来ました、宝泉、宝泉来ました。無駄な銭使わせやがって。サッチ、まさかお前が宝泉だったとはな。俺も驚いてるよ。お前はもっといいやつだと思ってたからな。まだ気合い入れてけ。行くぞてめえ。
ために逆らえ。おい、よそ見してんじゃねえ。一回死んだ反省しろ。じゃないことが分かっただけでもよかったわ。はい、親子お疲れさん、解散。そっち、ありゃ相当だ。でもその上には上がいるって知ってるか。え、とある種には宝泉も一目置くスズランって学校がある。おー、あのカラスの学校っすか。そこの3年にラオウって呼ばれてる男がいいんだけど。ラオウ、さっきの宝泉の頭のやつ、去年そいつとやって勝てなかったらしいぞ。え、そっちが？マジで？すげえ！まさか今度はスズランクとやろうとかじゃないですよね？手回ってみたくないな、オート。ワクワクするな。
あんたも珍しくここあざ作ってるけど、それ誰かに殴られた後だよね。おいおい、お前はダメだろ。あいつ誰だ。新ただよ。悪い、今のあいつには何も届かなかった。新たです。どうしまったんだ。高専と親子まんまと騙されて、やりやりましたよ。親子、所詮血の気の多い喧嘩しか頭にないガキども、そんな程度だもんな。つぶし合ったおかげで邪魔者が消えたわけだ。スウォードの連中もバカじゃない。動くならもっと早い方が。借金だって。あなたのお母さん、ずいぶん前から入院してるって。どっか悪いのか。癌だって。で、病院まで会いに行った。ねえ、君さ、いつから俺たちに命令するようになったの？親子親宝泉も俺らの仕業と分かったら、それこそまずい。それでやっぱり入院費とか治療費が高いらしくてさ、あなたが一生懸命働いて治療費稼いでくれてるって、おばちゃん、あなたに申し訳ない申し訳ないって泣いてた。あれ、なんだこれ。ご苦労さん、もうお前のガイドは用済みだ。これ持ってどっか行け。ちょっと待てよ、これだけで話が違えな。とか、まさかおばちゃんに言えるわけないでしょ、あなたがそんなことやってるなんて。それで、あなたのやつ、なりふり構わず。やれ。はい。なんか俺バカだからうまく説明できねえけど、そのやり方絶対ちげえだろ。間違いないんだな。ああ、間違いねえ。ゆいちゃんにも付きまとってたやつらだ。そのキドラって連中だろうな。そうか。悪いな。俺がもっと早く目を覚ましていれば、そんな無駄な喧嘩させなかったのにな。バカ、お前のせいじゃねえよ。よう、絶望団地の希望。行くのか。新は俺が連れ戻してくっからよ。お前は何も心配しねえで、しっかり勉強してこい。
お前一人で行こうとしてんのか。水臭いっすよ。そうっすよ。しかもアジトは俺らの夏らしいじゃねえか。そうなると他人事じゃねえんだわ。だな。今回はお誘いなしか。放生の時は泣きついてきたくせによ。よし、うわぁ、距離がうちがつける。いやいやいや、そうはいかねえんだよ。一緒に行けばいい話だろ。もちろん。どうする？そっち。その呼び方。やめろ。
Yeah.
いつが南だ。携帯出せよ。人がそうなるように作ってるからまっすぐなんですよ。自然で育ったらあんなにまっすぐにはならない。立てあなた、こんなやり方で母ちゃん助けてお前それでいいのかよ。うっあいつらはスーパーに並ばされること、まっすぐにされることを自分から拒んだんですよ。おめえに何があかんだよ。俺はやり方だよ。ふざけんな、まっすぐにされてたまるか。これがお前のやり方か。サラバーに怒られて、キュウリ食って一緒に育ってきたんじゃねえのかよ。なのに夜中にこそこそ仲間やりに来やがってよ。僕の仲間、兄弟たちはくれてもいないし、ひねくれてもいない。お前も自分で分かってんだろ。こんなやり方絶対違うって。僕の仲間に クズもカスもゴミもいないんですよ。自然と元気に曲がって育ってるだけですよ。
僕は時々羨ましく思うことがあります。本当は僕も綺麗な先生大丈夫ですよ。僕は誰にも負けないぐらいまっすぐになって一番いいスーパーの一番いい場所に並んでみせますから。藤尾さん！